ちゃんも何か言ってあのおがちゃんが加納さんのやつ知ってたみたいないやそれだから一昨日もうベロベロ酔っ払ってさまつちゃんち来てさおかちゃん「あの俺は知ってたのに言わへんかったでいやねこいつと思ってでも褒めてくれのテンションただあいつなんかそのおがちゃんは結婚知ってたけど言わなかったみたいななんか言ってましたけど私あいつ言いふらしてはないけど私に一回だけかまかけてきたんですなんやと じゃあそもそもなその岡ちゃんに言ったっていうのはほんまに事故でなんかひょっこりはんが宮下がね結婚したってなった時にグループラインとかもあったから私でそのニュースを見てなかったんや結婚したことを発表のニュースを見てなかった見てなかった岡ちゃんから先来て「結婚おめでとう」って来てんやん。で私は「誰や?」グループラインで来てたっそたんう来て。 なんか頭真っ白になって「はい誰かチクった」って言って私もブチギレて「誰から聞いた?」って言ったらさ岡ちゃん的に意味わからんやに「えっ?」てなって「ニュースなってるで」って言ってまってバレたっていう事件があったけどってことなんすけどこれって私は2年ぐらい前か1年前か忘れちゃったんですけど1回岡ちゃんに急に「ねえねえ 彼女さんって彼氏おるんって急に聞かれたんですよなんかあの時期にもしかしたらそのひょっこりはんの件でやってあいつかもかけてきたんじゃないかなって思って私はそのもう結婚してるもんもちろん知ってたしなんかあの急にそれ聞かれたからはって思ってええ知らない私別に何も聞いてないしいないんじゃない普通に私と旅行とかもめっちゃ行ってるしいないんじゃない私めっちゃ旅行行ってる知らないはずはないっていうな、いからんな感じ言ったら あ、そうなみたいな感じでまあ俺知ってるけどなみたいな顔であ知ってたんやわかんないんですけどでも本当にそれはあいつが釜かけてきたか単純に狩野さん狙ってたかわからないですけどうかわかんないですけどちょっとそれ確認しますあの岡田にそうやなお前言ってない顔してたけど原田月のんかその宮下の家でその時だから宮下と今の宮下の奥さん当時彼女ねでその時えっと、ぺこぱの松陰寺さんと。 で松陰寺さんの今現奥さんのその時彼女と私とフワちゃんとお母ちゃんでなんか飯食った時があったのよねタコパみたいなのしょっこりはんがちょっとひょっこりはんにな,な,なってたっけあの時あ時どうだろうまだあでもなってたぐらいですかねひょっこりはんになっての時期になんか飯食った時があってそれわざわざ写真見せてきてさ <laughs>、うん 深いわやだちゃむかつかと思ったけどもうベロベロやったから相手する方が腹立つわせやなもうニコニコしてせやなせやなって言ってはい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 帰れ